西口蓮田駅は埼玉県蓮田市本町にある東日本旅客鉄道東北本線の駅である。宇都宮線の愛称区間に含まれており、上野駅発着系統と新宿駅経由で横須賀線に直通する湘南新宿ライン、上野駅、東京駅経由で東海道線に直通する上野東京ラインが停車する。所在地である蓮田市の連は、 信用の点が一つだが、当駅名の、連は、信用の点が二つである。1900年に作詞された、鉄道商華第三州欧州岩き編では、蓮田駅を以下のように歌った。短式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを持つ、地上駅で、京上駅舎を有している。直営駅であり、管理駅として、東大宮駅、 白岡駅、新白岡駅を管理する。緑の窓口、指定席券売機、短距離自動券売機、自動改札機が設置されている。2002年3月10日から定築制作の発車メロディを使用しているが、2018年からは、ハスダ市で毎年11月に行われる、科学国の森フェスティバルの開催時期に合わせて、同イベントのテーマソングである、ニャンタブーの 科学国の森ファスダの宝をアレンジしたものに変更している。これはもともと2015年に同志が JR 東日本大宮支社へニャンタブーの楽曲を発車メロディーにしたいという提案をしたことから企画されたもので当初は全国的な知名度がないという理由で却下されていたが2017年に同じく大宮支社管轄の武蔵野線北朝海駅の発車メロディとして 同駅の所在する朝霞市で毎年開催されている市民祭り綾香祭の総踊り曲集まれ踊り人が採用されたことがきっかけとなり地域活性化を目的とした楽曲かつ期間限定という条件のもと採用が認められたメロディはスイッチの制作で編曲は福島直也が手掛けた 2019年度の1日平均乗車人員は2804人である。近年の1日平均乗車人員の推移は下表の通りである。駅前は整備されており、バス停留所などがある。現在再開発が行われているが、一部地権者との交渉が難航したり、再開発に参加していた積水化学工業が自社の業績不振や、 計画の進行遅れを理由に撤退したりするなどの問題が多発した。そのため事業計画認可から15年以上経過した。現在でも工事は進んでおらず、2013年3月までにようやく再開発ビル一棟と駅前ロータリー、及びそれに接続する道路の整備が完成したが、中核となる再開発ビルは2018年11月まで着工に至らなかった。 この影響で西口周辺からは再開発開始直後にほとんどの商業施設が撤退し長期にわたって西口に商業施設がほぼ存在しない状態が続いている西口ロータリー内のバス乗り場国際工業バスが運行する路線バスが発着する朝日自動車が運行する路線バスが発着する朝日自動車丸田鉄橋交通が運行する 路線バスが発着する、注射区市天候法資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。